運の銃「ネオン横丁殺人事件」「1」「近頃での一番寒い夜だった」「暦のうちではまだ秋の中に数えられる日だったけれど太陽の黒天のせいでもあろうか寒暖計の水銀中はぐんと下の方へ縮んでしまい」 その夜更け郊外にあるいは立ち番越しあるいは黙々と歩行しあるいは軒下に眠りかけていた連中の誰も彼もは公平に立て続けにくしゃみを発し「うーん今夜はばかに冷えやがる」と言ったような意味の独り言を吐いたのだった猟奇趣味が高じて道楽に素人探偵をやっている 変わり種の青年理学士、穂村総六君もちょうどこの小貝組の一人だった彼は今午前3時半における新宿のブロードウェイの入り口に差し掛かったところである大東京の心臓がここに埋まっていると言われる繁栄の新宿街もこの時間にはまるで湖の底に沈んだハイのような感があった。 クロテスクな消息を持った背の高い建物はすす色のよぎりの中にブルブル震えながら立ち並んでいたずっと向こうの十字路には架空式の強い食力の伝統が一つ消し忘れたようについていてその周りだけを氷山のように白くぱっと照らし出していたアスファルトの歩道に凍りつきそうな靴を取られまいとして もぐような足取りの穂村宗六だった「金はなる金はなるマロニえイのどうやら彼はいい気持ちでいるらしいそばへ寄ってみるとジョニー・ウォーカーの香りがプンプンすることであろうどこから今自分出てきたのか知らないが たぶん代々木辺りの友人の宅での徹夜麻雀の席から例の病で真夜中の町へ滑り出したものであろう体がヨロヨロと横へ傾いた拍子に明かりのついていない伝統の鉄柱がブーンと向こうから飛んできたように思ったこいつは回きなりとやっとそいつを両腕で受け止めたがゴツリと鈍い音がして頭部をぶっつけてしまった そのしに正気に帰ったおお冷たいそう言って彼は両手を鉄柱から離した抱きついた鉄柱は氷のように冷えていたうっかりそれを抱えた両手は急に熱を奪われて感覚を失いミイラの手のように収縮したのを感じたひょいと目を高く上げると 両側のののおでこのところにつららのようなものが白く冷たく光って見えるのだったつららができるような夜かいな目をこすりこすり幾度も見直しているうちに穂村はうふうふ笑いだしたなんだネオンサインかそしてここは正しくネオン横丁わしゃ少し酔ってるね それは新宿第一のカフェ街通称ネオン横丁と呼ばれる通りだったつららと見えたのは消えているネオンサインのガラス管だったこれがまだ酔いのうちであれば赤青緑の色彩麗しい運行が両側の軒並みにさまざまなカフェ名や渦巻きや風車やカクテルグラスの形をぬい出して このネオン横丁の入り口に立ったものはその絢爛たる空間美にあっと淡声を発せずにはいられないはずであるだがただいまは牛蜜時を少し回った午前4時近く泥のように熟睡しているネオン横丁をそれと見間違えたのはあながち穂村宗六が酔っ払っているせいばかりでもなかった彼は 鉄柱のそばを離れるとなおもよろよろと歩みを運んでとうとうネオン横丁を通り抜けその辻の薄暗い光の下にしばらく貯蔵していたが決心がついたのでもあろうかそのまままっすぐに三越裏の壁際をはうように伝わり架空塔が明るくついている武蔵野間前の十字路のちょうど真ん中までたどりついたのだった。 おや何だろう夜の静寂を破ってドターンというような音響が突然彼の鼓膜を打ったそれは急にどんなものが立てた音であると言い当てられないほどのやや鈍いさまで大きくない音であってどうやら彼の背後一二丁のところから響いてきたように思われたのだった 彼は半ば探偵意識を活躍させながら一方ではその意識をあさましく舌打ちしながら後方をずっと見渡してまたもや別の物音がするかしらと耳を澄ましていたがそれからあとは語りとも音がせず先刻鼓膜を打った音でさえ静寂の中に溶け込んであれは自分の耳鳴りであったろうかと疑われるのだった。5分 6分、7分、あ、怪しいやつ。ネオン横丁の出口にあたる四つ角の薄暗い光の下に何者とも知れぬ人影がパッと映ったがたちまち身を翻して電車道の横丁へ走り込んだその人影は穂村総六の冷めきらぬ目にはっきりした印象を残さなかったが〉 和服をまとったた。長身の男らしく思われた事件だ彼はそう叫ぶと今度こそは本当に正気になってあの人影が映ったネオン横丁の出口をめがけてバタバタと駆け出したその四つ角から左に曲がって人影を追ったがどうしたものかどこにもその姿は見当たらなかった電車道を越えて、 小道の多い大久保の方へ逃げ込んだものと見えるそうだとすると追跡は全く不可能になる穂村は追跡を諦めて元の横丁へ取って返した今の人影はどこから出てきたのだろうそれから例の快音はどの家から発したのだろうどこかその辺りに今にも屍の匂いが。 プーンとしてきそうに思われた。彼は快音の出どころをネオン横丁と断定したそれでその横丁に飛び込むと向こうの端まで家並みをざっと一通りにらみながら通り抜けたが入り口の扉や窓などが開いている家は一軒もなかった「こいつは間違ったかな」そう思いながら今度は 彼の身だしなみの一つであるポケットランプをパッとつけるとまずネオン横丁の入り口に最も近いカフェお染めの前にしゃがんで小口の前やステンドグラスの入った窓枠などを照らし何か異常はないかと探したがそこには血を持たれていなければ泥靴の生々しい跡もない。 扉は押してもびくとも動かなかったではこのカフェおそめも大丈夫であろうこんなふうに隣から隣のカフェへと表口をいちいち調べていっただがどこにも異常が見当たらなかったのだ「人殺しーわー誰か来て!」 夫人のかなきり声があった。それはちょうど4軒目のカフェアルゴンの前だった悲鳴はその3階とおぼしい辺りから発したようだったうん果たして事件ださっきのはするとピストルの音だった穂村総六の酔いは完全に覚めてしまった彼はドシンドシンとカフェアルゴンの扉に身をぶっつけた 扉は意外にくもなくパタリと開いた近所ではやっと気がついたものと見えて窓を開ける音や人声や下駄の勝ち合う音がそこら近所に騒々しく湧き起こった穂村が一歩足を踏み込んだところで靴先にカタリと当たる何者かを蹴飛ばした懐中電灯で探してみるとそれは ダンディー好みのライターだった彼はハンカチを出してそれを拾い上げるとポケットにしまい込んだこれも事件の謎を解く何かの材料かもしれない店を通り過ぎ洋酒瓶の並ぶ後ろに3階へ続く螺旋階段があった2階へも別な階段があったが2階と3階とを通ずる階段はなかった 村は螺旋階段に手をかけるとスルスル3階へ上っていったいや、3階を上りきった部屋にはケバケバしい長襦袢を着た30近い太り獅子の女が桃色の夢がまだ漂っているようなふかふかした寝床の上に倒れていたその横にもう一つ寝床があるがそこに寝ている人の姿はなかった 君しっかりしなさいどうしたんですむらは女のなまめかしい肩をたたいたすると女はますます顔をヨグの中に埋めるようにして全身をおののかせながら左手をつと上げて無言のまま表口寄りの輪室をさすのだったさてはこの隣に死体が転がっているのであるか おこれは穂村は隣室のふすまに手をかけたがこれはがんとして動かなかったよく見るとふすまはふすまだが特製のものでこっちから見ると紙が貼ってあるが裏の方はヒノキ剤か何かのかたい板戸になっているその板戸に内部から錠前がかかっているのだった なんという厳重な締まりをしてある部屋なんだろう君鍵はありませんか女は布団に顔を伏せたままかぶりを振るばかりだったむらはじりじりしてくる心をやっと押さえつけながら部屋の内をあちこちと見回したがふすまが少し開きかけている押し入れに気がつくと急に目を輝かしたのだったそれは 江戸川乱歩が屋根裏の散歩者を描いて以来開けた自由通路だった押し入れ押し入れの襖を開くと女給の化粧道具やわずかの氷などが放り込まれてある二重棚の上に飛び上がった穂村崇六は天井板を1枚外して天井裏に潜り込んだそれから厳重な締まりのある隣室と思われる方向へ 腹ばいになって進んでいったが電線のようなものに片手を挟まれた拍子に懐中電灯をパタリと落としてしまったチェッ光は消えて穂村の目はくらんだイライラしてくる数十秒間やっと目が闇に慣れてきたすると目の前にボーっと光る猫の目玉のようなものが見えるではないか ギョッとして反射的に身を引いたが、よく見ると何のことだ天井裏の小さな節穴だったこいつはいいものがめっかったむらは節穴の方にじりじりとはいよった節穴は思ったより大きく一線銅花台もあったそれに片面を当ててそっと下の方をのぞいてみたあっ 穴の真下には果たして顔面をシンクに血潮で彩った一個の斬死体がほのぐらい室内灯の光に照らし出されて横たわっていたのだったそれは年の頃は五十絡みの男だった彼は寝床の上に天井の方をまっすぐ見て眠っているところを撃たれたものらしい 傷は致命傷だったと見えて苦しみもがいた様子は一向になかった檻から下ではドシンドシンとすさまじい音がしてその度に天井までビリリビリリと響いてくるのだった警官たちが駆けつけていよいよ厳重な板戸を打ち破っているのだろうむらは屋根裏へはい上がったついでに その辺りの様子を見ておきたいと思ったそれで懐中電灯を落とした辺たりを手探りで探してみたまず手に当たったのは柱の切りくずのような木片だったのけようと思って引っ張ったがしっかり天井裏にくっついているその横の方に手を回すとひんやりとかなぐらしいものが指先に触れたのでそれをぐっと と手ののひらの内に握った。おやこれはは懐中電灯ではない。ずしりと重みのあるそして大変冷たい物体だった暗闇の中に司祭に手探りをしてみると正しくそれはピストルだったこんなところにピストルが落ちていた。彼は、 一瞬にししてある場面を想像した。この屋根裏に忍び込んだ犯人がこの節穴から下の老人を狙い撃ったのであるとでは戦国武蔵野艦前の十字路で聞いたように思った音響はこのピストルの音だったのかもしれない「おい誰か降りてこい!」いきなりさっと明るい光線が穂村の横顔を照らした。 警官がさっき登ってきた押し入れの天井裏からこちらを追加したのだった僕は文句があるななら後で言えささっっとと降りてこないとぶっぱなすぞ本気にぶっ放すかもしれない警官の意気込みだったオムラは苦笑いをしてそれ以上の頑張りをやめ拾ったピストルだけを獲物にそのまま引き返したのだった 警視庁から捜査課長大江山警部などの刑事部首脳が駆けつけてくるまでの穂村総録は滑稽な惨めさに封鎖されていた外村君、と大江山課長はその警官の名を呼んだ村探偵の素性を、一応調査しておいた方がいいたうがだろうかね。そう言って警官の比例を 湾曲に穂村宗六にわびるのだったさて正式の取り調べが始まった殺されたのはこのカフェ・アルゴンの主人である虫閉だった。その隣室にいた女性は同人の妾である橘お峰と呼ぶものだった誰が殺したか 殺した手段は穂村が発見したピストルによることは大体明らかであってなお死体解剖の上で確かめられる手はずになったでは何者が天井裏に登ってあの節穴からカフェアルゴンの大将虫尾併作を狙い撃ちにしたのかお峰さんと大山警部は しょげきっている大将のめかけに言葉をかけたこの部屋には寝床が2つとってあるが1つはお前さんの分でもう1つは誰の分なんだいはいそれはあのはっきり言いなさいはあそれは何でございますうちのナンバーワンの女給 ゆかりの寝床なんです。うんそうか。で、そのゆかりさんは見えないようだが、どうしたんだいそれがちょっと、あの、昨夜出たっきり帰ってまいりませんので。なあ、お峰さん、ごまかしちゃいけないよ。しきっぱなしの寝床か、人が寝ていた寝床かぐらいは。 警視庁のおまわりさんにも見分けがつくんだよ。このときホムラの頭の中にはネオン横丁の出口のところで見た怪しい人影のことがはっきり浮かんできたのだった。言えないね」と大上警部は顎をなでた。じゃあ別のことを聞くが。 大将は誰かに恨みをかっていたようなことはなかったかねそれはございますめかけの口から申しますのも何でございますがここから4軒目のカフェおさめの旦那女坂千吉が大変いけないんでございますよこのネオン横丁で毎日のようにいがみ合っているのはうちの人と女坂の旦那なんですいつだかも 脅迫状そいつはどこにある主人が机の引き出しにしまったようですがと言ってお峰は机をかき回していたがああありましたこれですどれどれ大江山警部は城袋に入った脅迫状というのを取り上げて 声をだして読んだ「すぐネオン横丁から出てゆけ」「ゆかないと寒い日にてめいの命はお釈迦になるぞ」「なんだかおかしな文句だな」「寒い日と断ってあるがこいつは当たっている」「お釈迦になる」というのは「壊す」という隠語だがこれは工場なんかで使われる言葉だ。 おねさん、この脅迫状には名前がないがどうして女坂千吉とやらが出したとわかるんだいだってほかにはそんな手紙をよこす人なんてありませんわ。そいつは何ともいえないね。と警部は言ってちょっと考え込んでいたがこの辺で工場へ行っている人とか職交上がりという種類の人を知らないかね あああいつかもしれませんネオンサイン屋の一平ですあれはこの横丁の地回りで元職工をしてたのでネオンをやってるんですうちのネオンも一平が直しに来ますおうん一平と虫とはどんな交際だいさあ別に聞きませんけれどお峰は やっと気分を取り戻してきたようだった。おみねさん。そう言って口を挟んだのは、先国から黙って横に聞いていたホムラ総六だった。その一兵というのはどんな体の男なんですか？ネオン屋の一兵は背が高くてガニ股でいつも青い顔をしています。ほほう、背が高いんですね。 ほむらは薄暗い投影で見た男も背が高かったのを思い出した。では、あなたはこんなものをご存知ありませんか？そう言ってここの入り口で拾ったライターを手のひらの上に載せておミネの前に差し出した。あ、それは。それを一目見たとき、今まで明るかったおミネの顔色がさっ。 と青くなり全身に軽いけいれんまでが起こったのだった2このライターは誰のです総六は尾峰が驚がくに打ち震えている前にこのカフェアルゴンの入り口で拾ったライターを指し示した一平のでしょう。 とお峰。何一平のライターだって。大江山警部は体を前へ乗り出した。お峰さん君が宣告返事をしてくれなかったことがあったね。この2つの寝床の1つは君が寝ていたが、今一つには誰が寝ていたか。それはナンバーワンの女給ゆかりの布団なんだろうが。 いっいいかねこのむらくんはさっき4時前にここから長身の男が逃げてゆくのを発見したんだ続いてライターをこの家のうちで拾ったするとこっちの布団と一方の寝床をさしながらにはその背の高い そのライターの持ち主が寝ていたのだもしライターがネオン屋の一平のだったらお前さんはここで一平と寝ていたことになるよそれでいいかいまあ誰が一平なんかともう一つお前さんに見せたいものがあるそう言って大江山警部はホムラに目くせをして 屋根裏で拾ったピストルをお峰の前に突きつけたこのピストルを知らないかいあこれはこれこそ一平の持ってたピストルですあいつはこれでいつかあたしのことをあたしのことをお峰は何を思い出したものかヒステリックにわめき出した「やっぱしあいつだあいつだ!つだ」 一が主人を撃ったのですそのほかに犯人はありませんそうなんですよそうなんですこれお峰さんしっかりしないかおい外山くんこの夫人を廊下へ連れてって休ませてやれお峰が去ると3階には係官一行と穂村探偵とだけが残った形になったどうだ穂村くん大江山警部は にこやかに呼びかけた。これは単なる地上関係で、一平が女給ゆかりの身代わりにこの寝床に潜っていて、頃合いを見計らって屋根裏に登り、主人の虫を撃って逃げ、その途中で入り口にライターを落とし、四つ辻では君に見とがめられて、逃走したと解釈し,してはどうかね。だが、 同じ逃げるものならどうして寝床にぬくぬくと入っていたのでしょう隠れるところはカーテンの後ろでも押し入れの中でもいくらでもありますよとむらは反発したのだったうんそいつはこう考えてはどうか少しうがちすぎるがあの夜お峰は虫用の寝床で彼の用事を果たすとこの部屋に退いた じいさん、便所に立つ時に隣の布団を見て「ゆかりのやつ寒がりだから頭から布団をかぶって寝てやがる」と思ったそれから再び自分の部屋に入ると脅迫状が怖いものだから厳重に情を下ろして寝たそこでお峰は先客の一平が寝ているゆかりの布団へ潜り込んで午前3時半までいた それから頃合いよしというのであの犯行が始まったそれにしても午前4時近くの犯行は少し遅すぎますよ何？なに一平が脅迫状に寒い日にやっつけると書いた一日のうちでも一番寒い時刻というのは午前4時頃だで合っているよ えらいことを課長さんはご存知ですね。一日のうちで午前4時近くが一番気温が低いなんてそれはそれとして僕にはドンもぴったりしませんねもう一つ気になるのはドーンとピストルが鳴ってから犯人が逃げ出すまでの時間が10分間近くもありましたがこれは犯罪をやった者の行動としては少し機敏を欠いていると思うです たっぷり見ても3分間あれば十分のはずですしかも犯人は10分もかかりながら慌て腐ってライターを落としお峰さんはごまかすにこと書いてゆかりの寝床を直すことさえ気がつかなかったこれから見ても両人はよほど慌てていたんです計画的な殺人なら何もそんなに泡を食うはずはないのですうんすると 君ののはどうなのだ。僕にはまだ結論が出せません。とむらは首を振っていっただがこの事件を解くにはもっとたくさんの関係者が出てこない限り3次方程式の答えをたった2つの方程式から求めるのと同じに不可能のことですおおすると。 君はゆかりのことなんかも怪しいと見るかねそこへドタドタと足音がしてさっきの警官外山が上がってきた課長殿ただいま女給のゆかりがこっそり帰ってきたのをここへ引っ張り上げてまいりました何ゆかりというとナンバーワンが振り返ってみるとその階段の上り口に高価な毛皮の街灯を着た ちょっと見ると入江孝子のような様相の娘が立っていたおおゆかりさんかちょっとこっちへ来てくださいもの慣れた大江山警部は子供投げに彼女を差し招いたのだったあなた昨夜何時頃から出てどこへ行ってました叱るわけじゃないからどんどん行ってくださいあたしあの何ですの 昨夜はちょっと外泊したんですがと彼女は行く末をちぎった N という青年と多摩川の岸にある H 風呂へ泊まりに行ったことをまっすぐに告白したそうして午前5時近く暁の露を吹き飛ばしながら自動車でここまで帰ってきたのだと言ったうんもう夜明けだ穂村は いつしか白く明るい光線が忍び込んできた室内を物めずらしそうに眺めまわしたのだったあなたにちょいと見てもらいたいものがあるんだがこのピストルとライターに見覚えがないですかと大江山警部が言ったこのピストルですねおやじを撃ったのはさあ見覚えがありませんねこっちのライターはおや これはあの人のだ。そう言って彼女はライターをキュッと手のひらのうちに握ると言おうか言うまいかと試案をするような目つきをして課長の顔をちらりと見たお峰さんが教えてくれたんだがねまあもう白状しちゃったんですかそれじゃあ私が言うまでもこれは銀さんのよ何銀さん警部は、 きゅっと口を結んだ「銀さんって誰のことかい?」まあマダムは銀さんのだと言わなかったのまあ悪いことをしたでもこうなったらしょうがないわ銀さんってマダムのいい人よ木村銀太といってゲリー・クーパーみたいなのっぽさんよ一平とその銀太くんとはどっちが背が高いんですかと いからが聞いてきてた。それはねえとゆかりは新手の質問者の方を見てちょっと顔を赤くしていったどっちもどっちのノッポですわ銀太というのはここへもうちょくちょく忍んでくるだろうね大江山警部は聞いた私がいい出汁に使われてるのよ そう言って彼女は寝床の一つを刺して鼻の先でふふんと笑ったいやそのくらいでありがとう警部は外山に彼女を下げるように目くせした2人はまた元の階段をトコトコと降りていったいよいよ足りなかった最後の方程式が見つかったようだね穂村君そうですね お峰とその上司の木村銀太との凶暴なんださっき一平が寝ていたと思ったのはあれは銀太なんだ君が見た人影ってのもねありゃ銀太なんだよこうなるとピストルもだれのものだかわかったもんじゃないよ一平からピストルを盗むことだってできる僕はそうは思いませんね今の話で、お峰と こっちのどこに忍び込んでいた上婦の銀太とが犯行に関係のないということが分かったんですそれをまたどうして警部は聞き返したお峰と銀太が一緒に寝ているところに思いがけなくあのピストルの音がしたので2人はびっくりして慌てだしたのですよ銀太がいてはかかり合いになるからお峰は銀太を逃がしたのです銀太は、 裸の上に着物を着直していろんな持ち物を懐にねじ込んで逃げるうちにあのライターを落としたんです銀太が相当の童貞を逃げた頃を見計らってマダムのお峰が「人殺し」と怒鳴ったんですするとあのピストルは誰が撃ったことになるんだい調べてみなければ分かりませんが多分ネオン屋の一平が撃ったんでしょう カフェ恐めの女坂も怪しいですがねそうかねえ僕はさっき言ったように上婦とお峰の実演だと思うよとにかくほかの連中の同性も多田,田刑事に調べにやったからもうすぐわかるだろうその話の半ばへうわさの多田,田刑事がひょっくり顔を出した「課長 曽根吉は家にいましたよ昨夜12時から一歩も外へ出なかったそうです腹が下ったとかでよっぴて女房に腹をさすらせたり足をもませたりしていたそうです重宝なアリバイができたものだなと課長は薄笑いをしたゆかりのことは H 風呂に聞いて午前4時半まで N という男と滞在していたことが分かりました それから大久保一平あのねですねあいつについちゃ意外なことがあるですおうおうどうしたというんだあいつの家をたたき起こしてみましたが昨夜は夕から出たっきり朝方までとうとう帰ってこなかったんですそれでそれでこいつは怪しいと思って帰りがけにヨドバシ署にちょっと寄って 一平のことを聞いてみましたところ意外にも一平は上の署に留置されていることが分かったんです何だ一平は上野に放り込まれているって課長は不審に耐えぬという顔つきをするのだった実は一平さん昨夜12時ごろから山下のおでん屋の屋台にかじりついて ととっくりををうんかたして管を巻いていたんだいいそうであげ句の果て午前2時近くになって「店をしまうから帰ってくれ」と屋台のおやじが言うと「何を生意気な」というのでおでん屋の屋台をゆすぶってとうとうそいつを往来にぶっ倒しちまったんですそこで上野署へ一晩留置ということになったんですが身柄は今朝5時半釈放されました。 そうか。そいつはまたすばらしいアリバイだ。ねえむらくんあのピストルが屋根うらでズドンとなったころには一平のやつ上野署のぶた箱の中でしらみにかまれていたらしいよ。むらはたまりこくっていた。それでただ君と警部は刑事のほうを向いていった。 木村銀太という男の行方を調べてもらいたいキャッツはマダムのお峰と共謀して大将の寝首をかいたらしいんださあそこらで部屋調べを便利な絵画へ移すことにしようじゃないか穂村総六の面目玉は丸つぶれだった彼が犯人と指摘した人物は皮肉にも警察署の留置所に一晩送って この上ないアリバイをこしらえていたのだった穂村にいかなる生前たる推理があってもかのアリバイの事実はそれをこっぱみじんに吹き飛ばしてしまったと言ってよいだがもしやと穂村はらせん階段を静かに降りながらなお諦めかねる思索に取りすがったもしや 犯人が現場にいなくてピストルが撃てるとしたらどうだろうそれは果たして絶対にありうべからざることだろうか一平みたいな人物には一体どれくらいまでのことならできるのだろうかあいつは一個のネオンサインの看板屋なんだが屋根裏のピストルそれに気になるのはあの脅迫状の文句 寒い日にやっつけるということふと気がつくと絵画で男女が声高に争っている様子だだってどうしても思い出せないのよそう言って鼻声を出しているのは全国のナンバーワンのゆかりだったあんたは冗談を言ってるんだよあとでうんとおごってやるから 早くそいつを出してくれ。そう言っているのはまだ聞いたことのない。若い男の声だった。冗談言ってやしないのよ。本当なの？一平さん、ごめんなさいねえ。おお、相手の若い男というのは一平なのだ。ほむらは階段の中途に突ったって思わず声を上げるところだった。 バカなやつだなだ貴様は。うん一平が苦しそうにうなった何かよほど重大なものをゆかりに預けたのを彼女がなくしたものらしい番頭さんによく訳を言って掛け合うといいわ私ももうせんあそこの店の七札をなくして困ったけれど話をしたら簡単に出してくれたわよどうやら ゆかりがなくしたのは一平の七札らしいなぜ七札みたいなものをわざわざゆかりに預けたんだろう貴様にはもう頼まないやそう言うと一平は裏口へ出ていった郊外へ出ると一平は辺りを気にしながら早足にどんどん駆け出した彼は電車道を越えて大久保の長屋町の方に走り込んだが それから路地をくねくね曲がった末に「大野屋」と白地を染めぬいた一軒の質屋へ飛び込んだこないだ預けた名船の羽織をちょっと出してもらいたいんだがああその羽織なら今受け出して持ってお帰りになりましたよしまったそいつは七札を拾ってきやがったんだそれに違いない そいつはどんな人間だったいとうさん」と一平は真っ赤になったり青白になったりして示談打を踏んだのだったその時薄暗い土間の隅から思いがけない声がした芝居もどきで気がさしますがその人間というのは僕なんですおおあんたは誰ですと

再び一平が立ち直ってくるその顎ごあたりをうーんと下から突き上げたアッパーカットを見事に決まって哀れ一平は穂村の足元に長々と横に伸びた事件の後で素人探偵の穂村崇六はこんなことを発表した犯人一平が考案した現場不在証明のある殺人方法というのは実は ネオンサインと当日の異常な気温効果とに関係があったんですそう言うと不思議に思いでしょうが屋根裏へ仕掛けておいたピストルを電気仕掛けで発火させたんですそう言うと不思議に思いでしょうが実は屋根裏に仕掛けてあったピストルの引き金を電気仕掛けで引っ張るようにしてあったのでしたその電気仕掛けはネオンサインのガラス管と あれを取り付けてあった壁とに仕掛けてあった銅でできた2つの接点が普段は離れているために働かないようになっていたのです一体ネオンサインは建物の一番高い壁体に取り付けてありますが下から見るとさぞがっしりとネオンの入ったガラス管が止めてあるとお思いでしょうが本当はたった1箇所だけしっかり止め 一方はちょっとした支持物の上に乗っているだけなんですこれは液体とガラス管との温度に対する伸び縮みが違うところから必要なわけなんで昼間はガラス管よりも液体がずっと伸びていますが夜になると液体はぐっと縮まるのです高い屋上ではこの伸縮が事に著しいのです犯人一平は これに2つ,つの銅の接点は屋内に入ってピストルの引き金のところと電灯線につながっていました昼間はこの接点がかなり離れていますが夜間となり暁となると液体の方がガラス管よりぐんと縮んでくるために接点の距離はずっと近づきますしかし、か 普通の寒さでこの接点がまだ接触するほどまでになりませんがあの事件のあった夜のように猛烈な寒気が襲ってくると液体は著しく伸縮し液体とネオンサインのガラス管とに取り付けておいた2つの銅の接点がついに火花を出して接触するのです接触するとその接点を通じ 初めて電灯線からピストルのところへ電流が流れて引き金をぐっと引っ張ることになるからそこでピストルがドカンと発射される順序になるんです。この仕掛けはあのようにべらぼうに寒い暁近くでもなければ普通の日の昼間はもちろん夜見ても2つの接点が離れているからそれだけではちょっと何のことやら怪しまれずに済むはずなんです。 あの犯行のあった日は大変寒い日でその夜の明け方近く気温が急行することが分かったのでその夜はきっとかねてカフェアルゴンの屋根裏から大将虫を閉鎖の頭を狙わせてあるピストルがズドンと発射するだろうと見当をつけてことさら酔いのうちから上の組んだりへ出かけ酒の勢いにかこつけて乱暴狼藉を働いて 故意に留置され、立派な現場不在証明を作ったのですピストルが発射されるとその反動で発火装置用の細い電線などは遠方へ飛んでしまってたとえ発見されても何とも意味がわからないようになっていたのです殺人の動機ですかあれは僕が一平の羽織の中から抜き取った契約書を読むとはっきりします 殺人契約書1拙者は虫を閉鎖の殺害を貴殿に依頼せしことしになり成功の暁には本書引換えに報酬金1万円相渡すべきものとす後日のため1冊よって九段のごとし4月1日 女坂千吉大久保一平殿要するに一平なる人物は和製カポレ団の一員だったんです七札を預けたのはその夜警察で調べられるのが恐ろしかったのでしたそれから無論カフェおめの主人女坂千吉も主犯として即日捕獲されたことは言うまでもありませんうんぬん